はい、クルさん TV です。今日の話は、まあコロナ禍での共通テスト。日本は相変わらず金太郎飴が大好き。コロナ禍での共通テスト。日本は相変わらず金太郎飴が大好きという話をしたいと思います。共通テスト、今日本日1月15日、16日、開催予定ということで、受験生の皆さん、頑張ってください。天候が悪い寒い時期ですけども、まあ自分の実力が発揮できるように頑張ってほしいというふうに、親の立場から見たら、親の立場、そしてまた祖父の立場から見てもですね、頑張ってほしいというのが素直な気持ちです。まあコロナ禍の実施ということで、まあ受験生の皆さん、そして親御さんの皆さんご苦労様です。まあしかし、時代はもはや標準化の時代から個別化の時代へ移りつつあります。アメリカと中国の二大強国が幅を利かせて、まあ日本の存在感は薄れるばかりです。というふうに67歳のおっさんは考えているわけです。まあ偏差値という、まあ記憶力勝負の場で、まあ勝ち抜いた後に何が残るのか、何があるのかということです。まあ大学で学んだことが本当にこれからの社会で通用するのか、18歳の若者が真剣にそこまで考えれるのか、ということです。まあ考えてみたけれどもよくわからないので、とりあえず皆と同じ道を行こう。まあ偏差値はこれくらいなので、偏差値に見合った大学へとりあえず入ろう。まあ、かたや自分が何をしたいのかわからないので、とりあえずフリーターになろう。自分の探しのために、ちょっと海外を見に行こうか。いろいろ、18歳の心は揺れ動きながら共通テストという選択肢を取られたんだというふうに思います。まあ18歳といえばやっぱり人生の分かれ目、1回目ということになるんでしょうか。まあ人それぞれなので18歳にはいろいろな選択肢が用意されています。まあ大学受験を経験して、まあ自分自身もですね、社会人となり63歳を迎えたおっさんが今言いたいこととしては、一つ目には、まあ人生は長いので、その時の生き方の選択が、その後の一生を決めるわけではない。人生は何度でもやり直せるということが一点目。そして二つ目には、人と比べるとか、周りを見てから決めるという思考は時間の無駄ですよということです。そして三つ目。ダークホース的な生き方が面白いよ。ということです。そして、まあ、一番大切なことは、まあ、自分自身を見つめ、まあ、興味のあることに一歩踏み出してみる。そして、時々振り返ってみて、学びを得て、また一歩踏み出すということを繰り返すということだと思います。まあ、その途中で自分のキャリアというものが確実に形成されていくはずです。とりあえず人の真似をしてとか、まあ、世間の風潮に合わせてとか、まあ、親が喜ぶから、安心するからというのは、後で思い返せば後悔しか残りません。まあそれも人生経験だとは思いますけども、まあ自分は何者なのかということを真剣に問い詰めて、まあ自分が本当に興味ある方向を見つけて、人とは違った生き方をするというダークホース的生き方がこれからの時代に求められることだと思います。ダークホース的生き方。まあ、一等賞でなくてもいいということですよね。最近、ダークホースというキーワードで買った本がこの言葉です。この本です。ダークホース。型破りな成功したダークホースたちの4つのルールという本がありまして、好きなことだけで生きる人が成功する時代ということで、トッド・ローズ、オギ・オーガスという方の著作です。まあ、ボイシーでもおなじみの伊藤洋一さんが解説をつけている本、ぜひお勧めします。この本をちょっと読んでみてください。まあ日本に閉塞感を感じるなら、思い切って2週間ほど海外を見てくるもよし、そしてまあ海外で思い切って就職するということも一つの生き方かと思います。日本にいても収入は上がらない時代となりました。自分も中国とかタイというところで、まあ東南アジアですけども、実際そこで働いて生活してみて、そのように実感をしているところです。何でもですね、これはコロナだからなかなか海外行くのは難しいとか、ちょっと違ったチャレンジをするのは怖いというふうに思われるかもしれませんけども、やっぱり一歩踏み出したもんの勝ちの時代になっていくと思うんですね。人生はやったもん勝ちだと
思います。うん、頑張れ若者、そして現役世代、そして我ら、60代シニア世代、日本を沈没させてなるものか。まあ日本はだんだん、国力が弱っているというふうに思いますけども、いいんですよ。まあ先進国の中の一番最後の、一番遅れた国になってたとしても、一遍落ちればいいんですよ。一遍落ちてからまた復活すればいいんですよ。まあ、トップを見ながら、ただただ滑り落ちていくのを指を加えて待つんじゃなくて、一遍落ちてから絶対復活するぞという気持ちを持ちながらですね、日本のことを考えていけばいいと思うし、自分自身もそのように生きていけばいいなというふうに考えております。今日の話はとめどもない話とはなりましたけども、まあ、金太郎飴が大好きということで、ちょっと日本を揶揄したような表現ですけども、日本国民ですから、日本を愛し、日本の復活を希望する、期待する一国民でありました。今日の話は以上です。もしも今日の話が良かったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今日はこれで失礼いたします。